TBS サンデーモーニングが大炎上、関口宏士らが暴言連発。昨日放送された TBS サンデーモーニングがまたしても変更報道を連発いたしました。まず、日韓関係について、関口宏士さんが、日韓首脳会談を私は早くやった方がいい気がしていますが、皆さんはどう考えていますかと発言し、それに対して、今日、 小中さんが国会議長のトンチンカンな発言があったと主張。それに対し関口さんがトンチンカンですかと質問を返されてたんですが、関口さんは韓国国会議長の暴言を問題ないと思ってしまっている模様です。さらに今日小中さんがここで僕が思うのは 日韓で特使を派遣する。それぞれの国で受け入れやすい。しかし、政権から距離を置いた人。例えば、日本側で言うと、河野洋平さんとか、そういう特使外交を通じて、水面下でやっていくべきだと主張されてるんですけども、河野さんが特使になってしまった場合、また、日韓関係。 良くなるどころか、さらにですね、悪化してしまうんじゃないでしょうか。さらに、田中優子さんが、こういう時って、恨み、憎しみ、差別を政治が利用したり、一部のマスコミが利用したりして煽る。国民はどうしたらいいのか、そこに巻き込まれない、もっと高いところにいるべきだ。戦争、植民地化、ファシズムが、 何をもたらすのか、この機会に学ぶべき。二度と起こさないようにすることを国民として知っていくことが一番大事だとなっておりまして。こちら、要するに、日本国民は韓国政府に対して文句を言うなと、韓国政府が主張する歴史をそのまま受け入れろと主張してしまっております。また、浜田恵子さんは、 私たちが取材した中で、成田空港で働いている韓国人の若い女性が、韓国ブランドを持っていたら、日本の顧客からクレームがつくとか、政治の対立の影響が出てきている。10代、20代の女の子は、韓国ファッションとかメイクが大好きで、週1でソウルに遊びに行ったり、日本のアイドルが韓国でデビューしたり、カルチャーとかファッションの面では、ものすごく日韓はいいムードにある。 それをなかなかメディアが政治に遠慮して報じない。例えばテレビも韓流のスターとかアーティストを登場させなかったりしている。こういう時だからこそ文化的な面は影響を受けずにいいと思ったものは伝えて伝え続けていくべきだとなっておりまして。こちらそもそも日韓の政府間の問題。 政治、外交の問題と韓国の文化の件は全く別であり、また本当に日本国内で大流行しているのであれば、こちら、普段の話題としてマスコミも取り上げるんじゃないでしょうか。こういった国家間の問題を個人の問題とすり替えられても、 議論になりませんので、浜田恵子さんには、ぜひとも、日本政府と韓国政府が抱えている問題、韓国政府が引き起こしている問題について、しっかりと議論をしていただくようにお願いいたします。また、竹下隆一郎さんは、天皇が謝罪しろという発言なんかは、さすがにそれを言っちゃいけないだろうという発言が、 目立ったりとか、一方、日本の政治家からも過去の歴史を否定する発言が出たりとか、過去の議論の蓄積がないとなっておりまして、この現在の日韓関係、日本が、日本政府が一方的にですね、被害者になってるんですが、竹下さんが主張しているような、日本の政治家からの過去の歴史を否定するような発言、どのことを言ってるんでしょうか。 そんな発言ですね。私の記憶の限りですと一度もないはずです。さらに、青木治さんは、韓国にかなり長く駐在したので、両方に苦言を呈したい。竹島の問題が象徴的だ。日本では領土問題だが、韓国では歴史問題だ。韓国は近代中時代のあたりまで騒がなかったが、 日本にいろいろ問題があり、騒ぐようになった。つまり、日本も問題があって、歴史修正主義的な発言があったり、実際にそういう政治の動きもある。一方で、韓国側も、正義というのは、日本がひどいことをしたという面を皆共有していて、燃え上がりやすい。日本のことを知らない韓国の政治家の人たちが、 日本に対して非常に高飛車に物を言う。日本側も韓国のことを知らないもんだから歴史修正主義的なことを言ってバージョンアップできなくて今に至っていると。こちら、日本と韓国に苦言を呈すと主張されておりますが、青木さんの発言すべて日本に対する苦言批判となっておりますが、青木さん、 現在の日韓関係の悪化の原因は一方的に韓国政府にございます。青木さんは、韓国も正義というのは、熟化しやすい面があるから燃え上がってしまうと主張しておりますけれども、そういった燃え上がりを防ぐのが政治ではないんでしょうか。さらに北朝鮮問題について、青木治さんが、 韓国の努力によって導き出されてきた米朝の対話の流れをどうやって維持するかだ。どうもアメリカは相当厳しい条件を提示したようなので、緊張局面に戻りかねない。外交努力をすべき時に日韓がこんな状態でいいのかとなっておりまして、そもそもアメリカ政府は、 米朝首脳会談ににおおいいて、て韓国政府に騙されたという認識を持っております。そういった中で、韓国政府が行ったのは努力ではなくて、アメリカ政府に対する裏切りであり、米朝首脳会談動向以前に、アメリカと韓国との関係が、かなりですね、悪化してきております。 そういった中で4月11日に米韓首脳会談が行われる予定となっておりますがそこで韓国政府が北朝鮮問題に関して北朝鮮寄りの姿勢を貫こうとした場合アメリカ政府が厳しい態度を取るんじゃないかと思いますので青木さんにはこの北朝鮮問題に関してアメリカや韓国の関係についてしっかりと真実事実を 報じていていいいいたたただだくくよよううにに主張ししお願また中国の一帯一路について、浜田恵子さんが、日本は一帯一路に対して非常に冷淡で距離を置いてきた。その結果、何が起きてきたかというと、例えば中国の地方都市で日本企業が公共事業から締め出されることがあったとなっておりまして、 こちらこういった公共事業からの特定の企業の締め出し。しっかりとした根拠がなければ、国際法違反ということになってしまうはずなんですけども、こちら一帯一路とは全く関係ないでしょう。そもそも中国政府が進めている一帯一路、他国に対して返せない額の借金を差して、経済的に他国に対し侵略を行うと。そういった現状が、 見えてきており、それに対して日本政府は、お金を貸すのであれば、しっかりとその国が返せる額にするべきだと主張し、安倍首相もそういった条件が満たされなければ、日本として一帯一路に参加をしないと表明しております。そのような問題がある一帯一路に日本政府が参加しても、日本企業が参加しても、 結局は、元の計画自体に問題がありますので、被害をこむるのは日本企業ということになるんじゃないでしょうか。また、辺野古施設について、青木治さんが、辺野古の工事は沖縄の資産だと十数年かかるだろうと、しかも二兆数千億かかるだろうと言われて、もっと多くかかると思われる。 使われているのは私たちの税金だとなっておりまして、この沖縄県の資産はデタらめであると日本政府が何度も否定をしております。また、工事の期間も沖縄県が妨害をせずに協力すれば数年で終わるはずです。青木治さんには、こういった沖縄県が出してきた何の根拠もないデタラメな数字で 主張するのではなくて、しっかりと根拠のある、これまでですね、日本の海には多くの空港が作られておりますので、そういった空港の空港などの実績に基づいて発言をしていただくようにお願いいたします。また、竹下隆一郎さんが、左翼は排他的な言葉だ。えー、左翼というのはカタカタの左翼ですね。 さらに、ヘイトスピーチをする人はネット欲だ。ヘイト発言に負けないくらい、より建設的な、よりポジティブな言論というものを構築していかなければいけない。私もメディアの編集者として、そうした良質なコンテンツを配信していきたいとなっておりまして。このカタカナの左翼という言葉、排他的なんでしょうか ネット横やネトヨだと、政治に興味を持つ国民をですね、誹謗中傷している方々の方が、よっぽど問題だと思います。また、滝下さん、ハフポストの編集長を務めており、良質なコンテンツを配信していきたいと主張されておりますが、東京新聞の望月さんの中二女子署名問題において、ハフポストは、 中学生が一人でやったとデマを流してしまいました。しかし実際には母親が手伝っていたことが確認されており、こういったデマに対して批判が殺到しているにもかかわらず、ハーフポストはデマの訂正もせずに、そのままデマを垂れ流し続けております。良質なコンテンツを配信するというのであれば、まずこの中二女子署名問題のデマについて、早急に 訂正を行い、このようなデーマ報道が起こらないように、編集の体制を根本的に見直すべきなんじゃないでしょうか。最後、青木おさんが。日本ではヘイトを一部のネットだけではなくて、政治家が煽ったり、本屋に行くとヘイト本や日本の自国来三本が 山積みにななっってているとなていましてこの政治家が煽ってるという事例実際にあるのか私は分かりませんけども青木さんヘイト本の定義また日本の日本にはこういった良いところがありますと紹介している本についてどういった基準で問題だと主張されてるんでしょうか 日本だけではなくて、どの国であっても、我が国にはこういった面がありますと、こういったいいところがありますと、説明をする本はたくさんあるんじゃないでしょうか。地獄来産本がダメだと言ってしまったら、国内の観光名所を案内する、なんちゃらウォーカーとかですね、そういったものは販売できなくなりますよ。本当にこの批判のための批判で、 まあ言論だつまでは言いませんが、このサンデーモーニング全体を見ますと、とてもじゃないんですけども、変更報道を行っていると言わざるを得ませんので、皆様、TBS はサンデーモーニングは見ないようにしていただき、また企業の皆様は TBS にサンデーモーニングに広告を出さないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。